アイカチャンネル。こんばんは、アイカです。今日はですね、久しぶりにスキンケアを紹介していきたいと思います。以前からですね、今年に入ってスキンケアのラインナップをですね変えてみたので、近々ご紹介しますというふうに言っていたんですけれども、2018年もね、新しくいろいろと投入していますので、前回とね、被っている部分もあるんですけれども、一連の流れでご紹介していきたいと思います。まずはクレンジングですね。引き続きこちらを使っています。こちらはですね、話の中でだけ紹介して、このスキンケア動画の中に実際出てくるのは初めてかもしれないんですが、もうおなじみですね、パラドゥのミルククレンジングです。で、私ミルククレンジングってあんまりね、メイクががっつり落ちてくれないのでほとんど使うことなかったんですが、こちらはね、テクスチャー的にもうクリームみたいな感じで、メイクのうちも十分かなというふうに感じています。何より手頃で、このサイズで1200円なんですけれども、こう旅行先でクレンジング忘れたっていう時とか、普段使っているクレンジングをうっかり切らしちゃった時とかにね、買いに走りやすいアイテムだと思います。このポンプですね、この形状もすごい使いやすいです。で、気分によって使い分けているのがこちらです。これはね、何度かご紹介してきました、イグニスのハーバルエッセンスペーストです。 200g で4000円なんですが、イグニスらしいね、このハーブ系の香りがすごく癖になるクレンジングです。で、ペーストって書いてるんですけども、固めのジェルっていう感じなので、このね、香りを堪能しながらこうメイクになじませて洗い流すだけで、簡単にね、目元のメイクも綺麗にオフしてくれます。で、今はディオールのオイクレをようやく使い切ったので、この2つを使ってるんですけども、もう1つですね、オイルを追加する予定です。次は洗顔ですね。洗顔は去年の冬から変更していません。朝使っているのはこちらです。泡立てなくていいので、すごくね、手軽に使えるところが気に入っているんですが、ハウスオブローゼのミルキュアですね、こちらのウォッシュとパウダーです。で、これは前回の動画でもご紹介したんですが、すごく面白い洗顔で、こちらのリキッドにこちらのパウダーをね、好きな割合で混ぜて、で、泡立てずにそのまま肌の上でね、こんな感じでくるくるなじませて洗い流すという洗顔になります。分類としては酵素系の洗顔になるので、洗い流した後の肌がすっごいね、ツルツルになります。なので、お肌がこうゴワゴワした時とかに特にね、これ使うと感触にね、変化が出るかと思います。夜お風呂場で使っているのがこちらです。イグニスの VQ ラインのですね、ブライトニングフォームです。で、VQ ラインはイグニスの中でもちょっとお高めのラインなんですが、洗顔はこれ 120g で4500円なので、そこまでね、めちゃくちゃ高いことはありません。これのいいところはとにかく泡立ちが良くて、もう滑らかな泡が作れます。洗い上がりもしっとり感はあるんですけれども、きっちりとね、汚れを落としてくれたっていう爽快感も得られるので、これはね、もし使い切っても定期的にね、取り入れていきたいアイテムの一つです。で、メイクオフして洗顔までしたら、次ですね、拭き取りです。もう拭き取りはね、私の動画ではこちらおなじみですね、ナリスアップのネイチャーコンクです。これも詰め替えがあるので、何度かね、このボトルに詰め替えをしています。なんですけれども、私はやっぱ3回ぐらい詰め替えると、この容器ごと変えたくなるので、次リピートするときはもう本体ごとね、買い替えようかなと思っています。これはね、やっぱり拭き取りでもすっごくマイルドな使用感なので、朝晩ね、使うようにしています。で、次化粧水ですね。はい、こちらです。去年の末に購入したエストの保湿化粧水です。帰省の間にずっとサンプルをいろいろ消費してたので、まだあんまり減ってないんですけれども、だいたい夜のスキンケアはこれの後にシートマスクを使うので、シートマスクの後だったら手のひらにね、一回取った分をなじませるようにしてるんですが、朝は一度なじませて、もう一回追加でなじませるようにしています。これはね、そんなに高くないですし、非常にね、やっぱ使いやすいですね。ベストコスメの1位になってたので、なんとなくで買ってみたんですけれども、やっぱりね、エストさんさすが使用感良かったです。なのでね、今化粧水は珍しくこれ1本だけを使っています。はい、なんですけれどもね、美容液はいろいろ追加していますよ。まず朝晩使っているのがこちらですね、ポーラ BA のセラムレブアップですね。これはこんな感じで蓋を開けるとポンプタイプになっています。ちゃんとね、撮影するまではこのキャップ捨てずに持っておこうと思ってね、つけて使ってましたよ。で、こちらは2016年にも私一度使っていて、その時にマイベストコスメにも選んだものになります。で、去年はちょっと使う機会がなかったんですけれども、今年ね、ポーラをまた久しぶりに取り入れようかなと思ったので、公式オンラインの方で購入してみました。で、公式はですね、結構サンプルも選べて、今回はね、豪華ですよ。ポーラ BA のクレンジングとウォッシュとミル
ルクとローションがこんな感じでついたのが2つとですね、あとこちらは年末年始の購入プレゼントということで、めぐりラテという粉末のお茶ですね、それとこのノンカフェインティーのティーバッグ、これもね一包みくださっています。これね動画で紹介してから飲もうと思ってたので、これ編集しながらねどっちか飲んでみようと思います。も今までねポーラの公式で買った時にいろいろサンプルもらってきたんですけれども、せっかくなのでライン使いしてみようと思います。でもう一つですね、ポーラで新しく追加したのがこちらです。有名ですよね、ポーラのホワイトショット CX です。でホワイトショットはもう一つチューブタイプのピンポイントで乗せれるタイプもあって両方使ったことがあるんですが、こちらはポンプ式になっているかなりねサラサラの透明の美容液になります。でこれはねもうサラサラなので美容液の1本目に使うようにしていて、でこちらはもうさっとねほんと馴染むのが早いので朝使って、夜の美白ケアはこのアイハーブで購入したインスタナチュラルのビタミン C 美容液を使うようにしています。でこっちはですね開封の時にも少し言ったんですが、結構とろみのある美容液で馴染ませる時間がかかるという理由でこちらを夜使って、こちらをね朝使うようにしています。で次に重ねているのがオイルですね、バーチェのマルラオイルですね、これもすごい有名だと思います。でもうオイルっていうかちょっととろみのある美容液っていう感じで、あんまりオイルっぽい皮膜感もなくてすごく使いやすいんですけれども、これを使ったりとか香りでリラックス効果を得たいときはこちらですね、エスパのオイルを使っています。こちらはもうオイルで蓋をするという使用感なんですが、こちらのマルラオイルはなんかエイジングケア的なポジションみたいです。なので、まあ、単品で使うこともあるし重ねることもあるんですけれども、まあ、こっちはどちらかというと夜使うことが多いです。でこちらのマルラオイルは朝使っても大丈夫なオイルですので朝晩使うことができます。これねもう少しで使い切りなので次のオイルどうしようか今検討中です。そうそう、あと以前紹介したかもしれませんがアイハーブでねリピートしているローズヒップオイルです。プッシュして出せるタイプなのでオイルでもねこのスポイトじゃないので手軽に使えるんですが、ローズヒップオイルといえばトリロジーのものも有名なんですが、私は特にこのローズヒップオイルを使ってこう顔がね白くなったって感じたことはないので、まあまあもうお守り的というか何か効果があればいいなぐらいで入れているので、まあ、買いやすくて手頃なこちらのローズヒップオイルを使うようにしています。でもこの辺がちょっと増えちゃったので忘れることもあるんですけども、まあ、使用期限がね結構短かったはずなので早めに使い切ろうと思います。目元用のクリームですね、今使っていたのはこちらです。もう完食目前なんですがエリクシールシュペリエルのエンリッチドリンクルクリームですね、シワ改善を歌っているクリームなんですが、これをね目元に使うようにしていました。でこれも今回撮影できましたので、あとは切って中をねすくい出してきっちり使い切ろうと思っています。でこちらを使い切ったらこのゲランのアベリューのですねアイクリームがスタンバイしているのでこれを使う予定です。これを入手するまではちょっとの間だけこれを使ってたんですけれども、こちらを使い始めたらやっぱりチューブが使いやすくてこっちばかり使っていたので、使い切った暁にはねゲランはねしっかり使っていこうと思います。まあ、いつかはねあのゲランの最高峰のですね大きでのアイクリームが欲しいなと思っているんですけども、2万5000円くらいだったのかな、ちょっとねよいしょがいる価格帯ですね。さすがゲラン様っていう感じなんですけれども、まあカウンターでも今だったらまだねギリギリアベリューをね勧めてもらえる年齢なので、こちらを使い続けてですねもう少し年齢重ねたら大きでにね手を出したいなと思っています。で最後クリームですね、クリームがね今これ使ってるんですよ。ディオールのアドベントカレンダーに入っていたカプチュールトータルクリームですね。めちゃくちゃ滑らかで使い心地いいんですけれども、ミニサイズなのでねこうやって見るともうほとんど空っぽで、この縁の部分にですねこうぐるっとまだ残っているような状態なんですが、もうそろそろね次のクリームを探してスタンバイさせておかないとまずいなと思ってるので、今結構ねクリームも探しています。でこれはねちょうどこの前に使っていたナイトクリームとモーニングクリームね両方使い切ったので朝晩これを使っているんですが、基本的には私朝晩別のクリームを使うようにしています。なので、まあ、できればね別で何かクリーム買いたいなと思ってるんですけれども、以前はね私結構シャネルのルブランクリームね夏場は使ってたんですけれども、結構軽めのテクスチャーのクリームだったので、今のねこのお肌で
あれをクリームとしてね乗り切れるかっていうのがちょっと不安なところがあるので、まあ、新しい商品もねいろいろ出ているでしょうしね、ちょっと早めにクリームを検討して購入しようと思います。というわけで今回は久しぶりに私のスキンケアアイテムをご紹介しました。近々追加するかなと思われるのは、まあ、オイルクレンジングと朝用夜用のクリームですね。もし皆さんのおすすめなんかあればぜひコメントください。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。